왜 비대면 RU 군사학교냐? したてなぜ非対面の RU の士官学校ということになっているんでしょうか。こちらは皆さんがやるべき最後の使命となります。미국의강한군대는있지만은영적인걸가르치는군대는없습니다。アメリカの方には強い軍事力はありますが、霊的なことを教えている士官学校はありません。그래서 세계에서 정신질환자가 제일 많은 나라가 미국입니다. 비율상 박수수 드려요. 두 번째로 정신병자 많은 나라가 일본입니다. 아시아의 최강대국. 자, 그러면 아까 이런 걸 기억하시면서 왜 RU냐? 자, 비대면 대선님이 이해했으니까요. 지금 미국은 세계가 모여 있습니다. 지금 현재 미국에는 그걸 알고 명상학교, 명상대학도 있습니다. 여기에 BTS가 졸업했다는 걸 아시면 됩니다. 보통 일 아닙니다. 뭐 뉴스 보니까 부산에 BTS 온다 난리 났어요. 당장 막 교통부터 뭐 여러 가지를 막 고려해야 돼요. 뭐 무대 장치부터. 그 와서 행사하는 데만 70억 들더만. 70억이 든다니까 부산에서는 좀 이러니까 서로 막 업체에서 아 우리가 할게 말이에요. 70억っていうそのようなことがなっても多くの業者が自分たち自らの方がやるっていうことになっています。그 친구들 배경이 미국입니다. 그리고 彼らの背景、そしてアメリカにありすでにこの瞑想学校を卒業されています。 뭐 마인드풀니스라든지 이런 거 이름 다 그 미국에서 나와. 全てマインドフルネスなど全てのことはアメリカの方から出てきている言葉であります。 프리메이션들이 하는 뭐 메소닉 이런 거 전부 진짜. そしてフリーメイソンからやっているメソニットなど全てアメリカの方から生まれているものであります。 교회만 딴짓하고 있습니다. しかし教会だけが全く何もしておりません。 싸워야 되니까. 戦わなければならない状態であるのに。 불쌍합니다. とてもかわいそうな状況です。 나는 교회 보면 불쌍해요. 私は教会を見るとかわいそうだというふうに思っています。 교육자들 장난 쳐다보면 불쌍해요. 뭘 해야 될지 몰라요. 이 사람들이 3단체가 지금 이러고 있다니까요. 지금 난리 났어요. 미국 교회 조그만 애하고 운영도 못하고 싸움하고 그래. アメリカのような小さな教会も運営することすらできなく戦っている状態です。내가とても恥ずかしいので教会で一切不平不満を言わないと思います。恥ずかしいからです。여러분이 믿으면 됩니다。でも皆さんであるなら可能であるっていうふうに思います。 偽りの癒しっていうものが登場します。自分たちの方から癒しますということです。교회는 근처도 못 가는 건데요. 길에서 노방전도 하고 있어요. 교회는. 교회는 全くそばにも行けない状態であるのに路方伝道しているところであります。 이 사람들은 서밋을 방문하고 있어요. 공부 잘하는 데 찾아가요. 지금 이러고 있습니다. 그래서 RU를 활용해라. 하면 돼요. 아무 힘들게 없어요. 그래서 미국에서 이제 만약에 제자 되겠다는 사람은 RU를 학교를 보내면 돼요. 특히 모든 사람은 할 필요는 없습니다. 군인들. 조금 넓히면 경찰까지요. 어떤 나라는 군인하고 경찰하고 같은 나라도 있어요. 똑같이는 안 해도 연결돼 있어요. 同じではないとしてもつながっているということです。왜냐하면나라입장이국민들보호하고싸워야되고이래야되니까군하고경찰하고는거의연결돼요。国の立場がこのように守ってそうやっていけなければならないので、軍人とそしてまた警察官がつながっていたりしています。では2番目に覚えていただきたい部分があります。一人です。理解できる人一人を育てることです。これこの一人が聖書66巻の証拠となります。言葉を理解した勇気のある軍人一人さえ出てくれば良いということです。그렇게도이사단은모세를죽이려고했고이스라엘을죽이려했지만못죽였어요。あれだけ大変なモーセ、そしてイスラエルを殺そうとしたがそのようにはなりませんでした。그게창세기출애굽기레위기민수기신명기입니다。それが創世記からレビ記、出エジプ記、そして新明記に至るモーセ5章となります。그렇게도블레셋과주위에는강대국을죽이려했는데못죽였어요。あれだけペリシテをはじめ周辺の兄弟国を殺そうとしたが誰も殺されませんでした。사무엘상합니다。第一サムエル上下1、2であります。엄청난왕들이일어나고전세계가공격했는데못이겼어요。世界の王たち、そして世界中から攻撃されても一人に勝てられませんでした。열왕기상하역대상합니다。それが第一列王記1、2、そして歴代の1、2であります。그리고ローマが못 이겼어요。そしてローマが勝てられませんでした。그게신약성경이27권과사도행전입니다。それが新約聖書70、27巻とそして使徒の働きであります。왜 RU 냐？ではなぜ RU なんでしょうか？성경에제일중요한사람에대한단어가있습니다。聖書の中にとっても重要な人に対する単語が現れています。노예로갔는데이게제자야。奴隷として行ったが、しかしその人が弟子であった。포로소국됐는데그속에제자였어요。捕虜と属国になったが、その中に弟子がいたということです。그래서성경은제일많이쓴단어흩어진 자。そこで聖書は散らされたものを。나그네。そして旅人を。このような言葉を用いています。그이상중요한단어가없어요。それ以上に重要な言葉はありません。그단어가두가지뜻을의미하는겁니다。その言葉では2つの意味を持っています。버려진 자、남은 자。捨てられたもの、そして残りのものです。같은 단어예요。同じ単語です。버려진 자、남은 자。捨てられたもの、残りのもの。그단어가렘넌트입니다。その単語を英語でレブナントだと言っています。이단어를두 개를 써요。의미를 버려진 자도 쓰고。こちらの英単語は捨てられたもの、そして残りのものっていう2つの意味を持っています。この人たちが世界に散らされているが、特にアメリカに集中しているということであります。なので、その貴重な人を福音を伝えない教会に送る必要がないので、神はそう握っているということです。このような弟子たちを福音を伝えない教会、偽りの教会に使わす理由はなんてありません。いや、私たちは福音がありますっていうふうに言います。じゃあ、あなたの言葉だけが合っていますか？言い訳として、龍眼とあなただけが合っていますかっていうふうに言います。あなたは異端です。私たちには福音があるっていうふうに言います。大変申し訳ないんですが、聖書は福音で救われるというふうに記録されていません。どう記録されているのでしょうか？ただ、福音によって救われると言われています。聖書は福音を伝道を強調しています。その言葉にも理解したレブナント一人でいればよいということです。ぜひ覚えていただきたいと思います。イエス님이 설명하신 데는요、굉장한 비밀이、배경이 있어요。で、イエス様がお話ししたその背景、奥義があります。そこにはミザの背景があります。とても重要な内容です。それがこの地に望まれる神の国。それを祈りなさいというふうに言われました。神の国を浸らせるようにと祈りなさい。そして弟子たちを送るときに天国が近づいたというふうに言いなさい。そして最後のメッセージも神の国のことについてと記録されてあります。パウロは이걸알고4장19장로마가기전에8절에보면담대히하나님의나라에관해서パウロがローマに行く前に使徒の時19章8節に大胆に神の国のことについて語ったと記録されてあります。북미주사님이보낸메시지입니다응답이뭐냐そして北産業のまたこの北アメリカ産業選挙メンバーでお話ししました。神の国のことだと言いました。これを握ることが答えです。これについて走っていくことです。このために待つのです。このために走るのです。このために我慢するのです。ぜひ覚えていただきたいと思います。これが今日の2番目のメッセージとなります。RU를 통해서 세계복음화해라. RUを通して世界を福音化しなさいっていうことです。그중에 다른 거 하지 말고 군인들 경찰들 해라. その中に特に他ではなく軍人や警察官がそれをしてほしい。 알면 연결이 들어옵니다. そしてこれを理解するだけでつながってくるっていうことです。뭐 크게 선전할 필요도 없습니다. 大きく宣伝する必要はありません。완전 성령의 역사로 일어나도록 진짜로 한번 하시라. 完全に聖霊の導きによるマクトの弟子が起こされるようにしていただきたいと思います。 유대인들은 별 광고 안 해요. 유대인은 ほとんど広告はしません. 짜가들이 광고하지 진짜는 광고할 필요 없어요. 偽物が 광고를 盛大にするわけだって 本物は そうします。그렇잖아요. だと思いませんか? 약도 진짜 좋은 약이잖아요. 광고 안 합니다. 薬も 本当にいい薬は あんまり 広告はしません. 이가탄 이런 거나 광고하지 진짜 약들은 광고 안 해요. 한국의 이가탄っていうような そのような薬 広告を 盛大にしていますが 本当にはしていません. 여기에 답은 非対面の RU の軍事学校の答えです。ローマとポアやれら。19章21、ローマも見なければならない。ローマへと全部やれら。23章11、ローマに行っても証ししなければならない。カイザーペセやれら。カイザル前に立たなければならないっていうことです。この言葉の意味が分かればそれで十分だと思います。この言葉の意味を理解した人に神はすべてを集めて送ってくれます。その中で何を与えたんでしょうか。何をでしょうか。ローマ16章25절27절에 나옵니다。영세전에감추었던것을ローマ書16章25から27節、世にわたって隠されていたものを与えたのです。世にわたって隠されていたものを軍宣教師に与えるということです。私はその祝福を受けたと思いますし、そして味わっているというふうに思っています。なので何でも結構です。悪い人もそれを見逃してあげれます。それでこそ相手が直すことができるのです。直さなければなりません。間違っている人も見逃してあげます。それでこそ正しいことを行えるはずです。なぜなら私は判事ではなく牧師です。罪を犯した者に罰することは判事がやることであります。여러분이이답을딱얻으면요 비대면으로 어떤 일이 벌어지냐 세 가지 일이 벌어져요. 근데 이答えを 持っていますと 非対面で どんな 答えを 得るか 3つの 答えが 与えられます. 비밀 결사대. 秘密結社体であります. 누가 알지도 못해요. 로마 심장의 그 이름들을 바울이 편지 보낸데 넣었지 알지도 못해요. 実は誰もわかりませんでした. 로마에 送る手紙で パウロを書いてから名前が明かされたわけであって. 홀리 메이슨. そして次はホーリーメイソンです。 메이슨 전쟁입니다. 그렇죠. 어느 나라에 어느 우상 신전이 있느냐? 여기 따라 관광객이 모입니다. 몰몬에서 발표했습니다. 한국을 비롯한 미국 50개 주에 대형 신전을 짓겠다.韓国をはじめアメリカの50の州のところに大型の神殿を作るっていうことを。お金もすべて用意されているということです。今、この사람들이 말이요、산업인들이 모여가지고 몰몬指導者에게 줬잖아요. ほとんど特に産業人が集まってその大金をそのモルモン教の指導者に渡しているということです。아무도 손 못 대고誰も他には使ってはなりません。宣教だけに使ってくださいということで。十分に自由に。いくら集まったか分かりますか？100兆円です。集まっているということです。 기도해야 됩니다. 메이슨 전쟁이라니까요. 이걸 이기려고 나온 게 프리메이슨입니다. 우리는 그들을 치유해야 되니까 홀리메이슨. 아시겠죠? 언약만 잡아도 돼요. 뭘 하겠다 말이에요. 중요하지 않아요. 무엇을 보느냐가 더 중요해요. 그렇죠. 무엇을 가지고 있느냐 더 중요해요. 가지지도 않는데 한다. 어려워요. 여러분들이 RU를 위해서 비대면으로 세계 장악하세요. 얼마든지 가능합니다. 렘넌트 미니스트. 줄여서 RM. 이거 하세요. 이거 하는 게 오늘 교재에 나와 있죠. 로마 16장입니다. 완전히 이 언약을 제대로 알아들은 사람이 여러분 아시다시피 로마 복음을 한 거예요. この契約を理解しているその人にがローマを福音化しました. 같은 말이지만 이 사람들이 이 사람 아닙니까? 秘密結社も同じ言葉であるんですが1番と2番つながっていきます. 이 사람들이 결국은 結局この人たちはこうなっていきます. 회당 전략을 쓴 거예요. 街道戦略を用いていきます. 그래서 여러분들은 군선교라는 단어 가지고요. 대학도 파고들 수 있다 이 말이에요. 특히 군에 갈 사람들 조금 미리 건들 수 있어요. 또 미국은 좋잖아요. 미국은 군인들 그 우리처럼 이렇게 업으로 가는 게 아니고 뭐 직업으로 선택해 가기 때문에 괜찮은 인물들 많아요. 그래서 아메리카의 호와 군인っていうのが この職業としても選べられるからとても素晴らしい人材が多いというふうに思います. 한 번은 미국을 갔는데 어떤 평신도가 저를 태운다고 차를 탁 대게 하고 있어요. 유리에 이만한 게 붙어 있어요. 그걸 딱 보니까 My son is in Air Force. そして私の息子はこのようにこのエアフォースの中にいるということであります。내 아들이 공군에 있습니다. 私の息子がこのように空軍の中にいるということであります。 자랑스럽게 딱 붙여요. 誇りらしくそれをパッと貼り付けてあったということです。한 분은 미국 공항에 있는데 난리가 나서 막 나팔 불고 나는. である時アメリカの空港に行った時にラッパを吹く人たちがいました。 아마 특별한 말 군인 뭐 대장인가 군인 앞에 그 사람 온다고. おそらく軍人のある大将が先頭にいたのでその人のためにそのようにトランペットを吹いていたと思うんですが。 미국은요 군대를 중요하게 보는 거예요. それからアメリカっていう国は軍隊っていうことをとても大きく誇らしく思っています。 참고하시면 됩니다. 뭐가 나왔습니까? 보호자, 동역자, 뭐 식신 쭉 나왔죠. 뭐죠? 비밀결사대는 확실한 이면계약이 있어요. 이면 계약이 있는 사람은 달라요. 다른 사람은 없는 걸 내가 갖고 있다니까. 이면 계약, 他の人が持っていないものを私が持っているということになります. 이거 있는 사람은 있는 사람끼리 통해요. 이면 계약は あるものとあるもの同士は通じるようになっています. 내가 이제 운동하러 가보면은 정 목사님은 내하고 칠 때 그냥 쳐요 이렇게. 例えば私が一緒に運動するとチョーンズ先生はこのようにやってる。持ち面줄 알고、이렇게 봐줘요、이렇게。ただまああんまり下手くそだということは分かっているので自由にこう打てるようになっています。で4人でやってる。 그중에 한 명은요. そのうち2人はもうかけてあります。お金をかけて。ということはその2人はできる人たちだから利免契約があるということです。で違います。戦い方が。私たちがやるときは適当にやるんですが、そうやってかけているときにはすごいにらめ合ったりしたりをしています。利免契約があるからです。運動しても利免契約のある人同士は違うと思います。私たちはこのように一回負けてもどうであっても関係なかったりします。霊的に利免契約のある人はローマ書16章のような秘密決死体の答えを受けたりします。ではとうとう2番目です。ここで一番重要なこと、ローマもならない。ローマでも証ししなければならない。カイザルの前に立たなければならない。時刻表であります。神の時刻表を指しています。今です。どれほど驚くべきことなんでしょうか。私は皆さんの役割、その軍宣教を見ると、それだけ福音を持っていること自体が大変素晴らしいことであるというふうに感心しています。福音をまことに知っている人は、このような先生方がいらっしゃるということを、それ自体が光であります。暗闇が震えていくような状態であるということです。福音を伝えていく方々であるからです。福音を伝えない人たちはサタンが見るにおもちゃに過ぎませんが、福音を伝える人を恐れています。さて次に3番に行きます。次世代に焦点を絞らなければなりません。そして全世界には軍人や公務員がいます。そしてアメリカの現地には各国々の軍人がいらっしゃいます。数多くの人数ではなく、神が願われる人でいれば良いと思います。なので皆さんを通して結論を申し上げます。では最後にやっていただきたい部分です。癒しとなります。こちらに中心を置いていただきたいと思います。今3団体のその活用によって大きな後遺症が生まれると思います。これを軍隊の方で非対面でいくらでもできるというふうに思います。また特にアメリカの方では宗教団体が攻撃しているので、ここも霊的問題、後遺症残ります。そしてまた次にとても不思議な団体が生まれました。宗教もいりません。神もいりません。すべていりません。ただあなたが重要です。こうして出てきたものは一つ、こちらです。瞑想団体が生まれます。代替宗教っていうふうに自ら話しています。キリスト教では無理ですっていうことを表しているのです。でこのように大体こうやってやっていこう。どんな宗教もいらない、大体宗教であるっていうことです。このように話しています。このように全世界の霊的問題が荒波のように襲いかけてきています。こういう時、神は軍宣教師を召されています。いかがでしょうか。皆さんの心の中に今何が残るべきなんでしょうか。負担が残るんでしょうか。だとも違うと思います。神がなさることに皆さんを用いてやるっていうことであります。最初にモーセはできませんと拒みました。でも私がやるってに主は言われます。私が力の御手を持ってあなたと共にいる。結局、主がなさいました。その契約を握るということです。世界軍選挙大会第2項目のメッセージとなります。お祈りします。神様感謝いたします。世界軍選挙大会が行われたことを感謝します。世界を살리는メッセージが軍選挙を通して世界を生かすメッセージが軍選挙を通して起こされるように願います。新しい時代を開かせてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。